な、うん、今回波動で勝ったら、うん、夢叶えてもらうらしい。やばいやばい、全部やる気が。え、どうしよう、何しよう、ロマン溢れるよ。どうしよう、どうしよう。え、なんか どれくらいの夢叶うんだろうね。なんかもっと人気になりたい。そういう夢でも OK かな。なんかね、架け橋になる夢、うんうん、叶えてもらう。大きいとこでライブしたいよ。はい、そうですね。宇宙とかでライブしたい。宇宙、宇宙旅行ね。いいね、いいね。ペロリンは、うん、分かる？私ですか、うん、タイムマシン。タイムマシンな。夢がないよ。いやでもいいね、夢がね、膨らめなんか、ね、いいですよ。個人だと、なんだろうね、牡蠣をたらふく食べる。ライブの実証だけど。みりちゃん、みりちゃん、え、それご一緒するわ。食べたい、行きましょう。なんか電波ハウスみたいの欲しい。あー、いいね。なんか夢の電波ハウス、もう超なんか未来家電しか置かないから、みりちゃん。あー、もうなんか、みんなで住むってこと？うん、あー、みりちゃん、たまにじゃ、たまにで、ゆみりちゃん、たまに遊びに来てもらいます。ねえ、なんか秘密基地とか欲しい。あ、欲しい欲しい。秘密基地、そう、自分だけの秘密基地が欲しい。みんな大体取られちゃうじゃん、秘密基地さ。そうだね、なんか子供みたいな夢なの。秘密基地、そういうのとか置きたい。あ、いいじゃん。というわけで、はい、夢が決まりましたな。はい、決まりました。悩んだ悩んだ、すごい悩んだ悩んだ。じゃあちょっとペロリンから、はい、発表お願いします。はい、私ペロリンの夢はこの目でクジラを見たいです。おお、クジラ見たことない？ないですね、博物館でしかないです。そっか、うん、確かにないね。あんまり水族館とかでも見れないんだね、クジラは。もう大きすぎて水族館に入らないんですよ。そうそう、なので、あの、私すごい巨大生物がめちゃくちゃ好きなんですけど。そうなんだ、そう、初めて知った。すごい、いや本当に実は。で、本当に博物館とか行った時にクジラってこんなに大きいんだ、本当にいるのかなって思って、一度生きてる間に見るのが夢です。なるほど、いいですね。はい、じゃあネモチョロは？はい、私の夢は猫カフェに通い放題1年間券をもらうことです。ちょっとなんかスケールが地球クジラから。まあね、あのインドアっていうこともあるんですけれども、うん、今お家でネズミ、今デグっていうね、ネズミを飼っていて、うんうん、猫も本当に大好きなんですよ。うん、猫とやっぱネズミは一緒に飼えないから、外部に接触しに、ね、あの、行ける。なるほど。なんか毎日行けたらいいなって思いながら、ちょっとね、この夢を提示させていただきました。確かに通い放題だといいね。じゃあ、はい、私古川みりんの夢は、ちょっとすごい現実的になってしまうかもしれないんですけど、ハイスペック PC などを揃えて紙配信環境を作るです。おいや確かにいいけど、リンさんに言いそうな。やっぱその今ってすごい配信を良くするじゃない。うん、やっぱそういう環境を良くすることによって、こう電波組のファンの皆さんによりいい配信を届けられて、確かに、うんうん、なれるんじゃないかなと思って、うんうん、こちらを夢で頑張りたいと思います。いいじゃないですか。はい、ということで私の叶えたい夢は、紀州南高梅しそ梅を1年間分もらうことです。おお。いやー、独特。大の梅干し好きなんですけども、あの、毎日ね、結構本当に毎日梅干し食べるんですよ。そうなんだ。料理だったりとか、あと、あの、お酒作る時とかに梅干し入れるので、もうね、高いのね、梅干しってね、大体高いんだ。いい子だね。そうそうそう、ザラで500円とかでちょっと買うぐらいなんで、それをね、使い続けるの結構やっぱりあれなんで、ちょっと夢で叶えさせていただきたいなと思います。1年間だったらボトルにするとどんぐらいなんですかね。壺だったらこのぐらいじゃないですか。それは夢、家の端に置いときます。やばー、ミッキー家に買いに行くわ。お願いします。相澤さんは？私はなんか夢っぽい夢がいいなと思って、うん、何かしらの形で空を飛びたい。あ、いいね。あ、夢だね。でもなんかバンジーとかはちょっと怖いというか、バンジーはなんかさ、ちょっと現実感があるじゃない。それよりももっと空飛んでる感がいい。例えば、なんか
だって。あ、あとなんかヘリとか乗って素敵よ。分かんないけど気球とかね。あ、気球乗りたい。いいじゃん、いいじゃん。なんかそういう感じ。分かんないけど何かしらの形でちょっといろいろね、うん、あると思う。気候とかさ、いろいろその日の条件とかあると思うんで、うんうん、それに合った空の飛び方で飛びたい。マルチ夢っぽくていいな。空を飛ぶが夢。空飛びたいです。じゃあ最後、エイトソさんの夢は？エイトは、エイトの銅像を建てるのが夢なんだよね。どういうこと？あの街とかにさ、あのエイトソの銅像バンって置いて、みんなが写真撮ってこうやって。あとなんかさ、なんか異形を成し遂げた人とかがなるんじゃない？そうなんだね。あれ、まあ、でも、まあ、今回波動で勝ったら波動で勝った。どこに作る？どこに作る？理想は秋葉だけど。あー、いいね。なんかね、なんかうちの店の屋上とかにこうドーン立ててほしい。屋上にお客さん来れないとこなんですよ。ハチ公とエイタソソみたいな。そうだそう。夢だね、それは。いろんな夢が出ました。皆さんお楽しみにしていてくださいね。モエキュン AR スポーツを世界にお届け、電波組インクです。今話題の波動知ってますか？ AR の世界でエナジーボールを打ち合う新感覚スポーツ。皆さんの応援ポイントで私たちがパワーアップします。この波動で私たちがチーム最高ガチバトル。勝ったチームは夢を叶えてもらいます。ね、何叶えてもらおう。皆さんも一緒に戦えるので、ぜひ応援してください。私たちのライブもあります。詳しくは公式サイトへ。